次はプロトタイプデータ入力シートのシフトとカレンダをアスプローマに設定します。シフトテーブルを開きます。自動生成されているシフトを削除します。行番号をクリックすると行全体を削除できます。シート、シフトのデータをコピーして、シフトテーブルに貼り付けます。カレンダーテーブルも同様に、プロトタイプデータ入力シートから貼り付けます。自動生成されているカレンダーを削除し、シート、カレンダーのデータをカレンダーテーブルに貼り付けます。シフトとカレンダーが反映されているか、資源ガントチャートで確認しましょう。グレーの領域がシフトとカレンダーで設定された稼働時間です。ここに作業の計画が割り付けられます。表示色と表示順は資源テーブルで設定します。資源ガントチャートの表示順と表示色を調整して見やすくしておきましょう。メニューの表示、細描画で表示順の通りに並びます。